どうも、メタヨシです。では本日も早速お話し始めていきたいと思います。チャンネル紹介やプロフィールについては簡単に記載しておきますので、興味のある方はご覧になっていただけたらと思います。では今日はこのような流れでお話をしていきたいと思います。まずはじめにですね、緊急の AMA っていうのが先日ありましたので、その内容をですねさらっと共有していきたいと思います。で、次にですね、ステップの現状分析としてユーザー分析や仮想通貨分析、スニーカー分析をさせていただいて、最後まとめということでお話をしていきたいと思います。ではまずさらっと AMA の共有やっていきたいと思います。今回バーッと列挙してるんですけど、すべて列挙してるわけではなくてですね、特に重要だなと思ったところについて列挙させていただいております。で、緊急の AMA の前にですね、先週の土曜日だったと思うんですけど、そちらの方で AMA があったんですけど、そこの内容はですね、もう今までの AMA に比べて新しい情報っていうのがあんまりなかったので、今回はスキップさせていただいておりました。で、今回緊急のお話 AMA があったんで、それを取り上げているという状況です。で、まずですね、一番目のところの、GST の価格が下落した理由っていうところを書かれてあって、で、FUD、悪い的には大きな下落理由だよっていうことで挙げられてました。で、特にですね、ディスコードとかそういうコミュニティ内で、何十万人っていうユーザーが使ってると思うんですけど、そこの中で悪い噂っていうのがどんどん広がっていって、例えばですね、ちょっとこう借金をして無理して入った方とかが、引き上げたりですとか、利益が出てる人ももうとりあえずここでやめとくかっていうことでやめちゃったりとかいうことで、売りがどんどん先行して、GST の価格とか、靴の価格もなんですけど下落していたというような流れかなと思ってます。で、これについてですね、運営側も言及してたんですけど、あくまで余剰資金で投資をしてくださいと、当たり前のことなんですけど、そういったところのお話が挙げられてました。で、プロジェクトはですね、ロードマップに沿って続いていくんだというところなので、今は不安定な状態になってると思うんですけど、ロードマップに沿って進めていって安定状態に持っていくよというお話になっています。で、こちらですね、改めてですけど、ステップンってベータ版なんですよね。なので、まだまだこれからですね、不安定なこともあったり、そもそもバグとかもあったりとか、そういう状態はあると思うんですけど、最終的にはですね、長期的な目線で安定状態に持っていくよっていう話で、皆さんもですね、認識しておいていただけるといいのかなというふうには思ってます。で、あくまでですね、プロジェクトはうまくいってるというところでお話はされてました。で、ただですね、仮想通貨全体の状況が悪くなったりですとか、いろんな問題があります。で、中国の、利用禁止っていうところも、告知することによってですね、一気にまたさらに悪い噂が広がったっていうのがあるので、今回はですね、運営の動きがあまりうまくいってないっていうところはあると思うんですけど、プロジェクトとしては順調に進んでるよって話です。で、損切りするか続けるかは自分で判断してほしいと書いてあるんですけど、先ほどお話したようにですね、余剰資金でやってるか無理してやってるかによってですね、全然こうマインドというか考え方が変わってくると思うので、皆さんですね、損切りするかどうかっていうのも改めてご自身で判断してもらったらいいのかなと思ってます。で、僕自身の考え方としては、こういったプロジェクトっていうのは本当にこう長期で考えていくと面白いプロジェクトかなと思って始めてますし、本当に1、2ヶ月儲かるからって言って始めるよりかは、本当にこう数年後の未来、Web3 の未来っていうところに期待して始めた一人ではありますので、自分もですね、これで回収がうまくいくかわからないですけど、それでもずっとこう続けていってみようかなというふうには思ってます。続きましてですね、GST の番は下落のたびに期待し続けるからしないっていうところのお話なんですけど、これですね、GST を本当にこう減らす、消化するというか、そういうのをやると、GST って価値が上がるので、運営がそういうのをやってくれたらいいんじゃないかとかっていうような、趣旨の質問だと思うんですけど、下がるたんびにですね、それをやっていると、結局、利用側がですね、それを期待するだけになってしまうからしないというような判断で回答をされてました。なので、GST の価格上がったらいいのになっていう目線で見ると、ちょっとこう残念な気はするんですけど、実際に
期待し続けるっていうところはその通りだと思うので、まあ、やらないって決めるのもそれはそれでいいのかなと思っています。で、高値で買ったユーザーは現在の価格についてフラストレーションがあるだろうが、長期的には価格は回復するだろうと。で、次は良いレールームの導入を目指すというところのお話がありました。もう本当にその通りだと思うんですけど、まあ、高いタイミングで買った人が今回一番辛いんですよね。その、まあ、B 国の方でも S 国の方でも同じですけど、まあ、S 国の場合だったら、まあ、15万とか20万とかする状態で買ってしまった方っていうのは一番辛いでしょうし、 B 国だと100万とか200万とかした時期があると思うんですけど、まあ、その時期に買った方は単純に歩くだけだと現地回収っていうのが、もう何ヶ月先なんだろうみたいな感じになっちゃうってことですよね。で、まあ、なんですけど、まあ、長期的にはですね回復するだろうってことでコメントをされてます。まあ、実際どのぐらい、その価格っていうのが GST のことや GMT のことどこまで含めて言ってるのかとか、どのぐらい見越して言ってるのかわからないですけど、まあ、一旦そのように回答されてました。で、新しいチェーン、まあ、レールムっていうのが何なのかっていうのが、まあ、新しいチェーンっていう認識なんですけど、まあ、ソラナとかファイナンスチェーンとかあると思うんですけど、まあ、それにですね加えて例えばイーサリアムのチェーンとかを導入するとか、まあ、そういったことを目指しているというようなことを、お話しされてました。まあ、イメージ的にはですね、バイナンスチェーンの方で、まあ、実験みたいなことをやってたと思うんですよね。ソラナチェーンだけじゃなくてバイナンスチェーンも加えて、まあ、やった結果どうなるだろうかっていうところを見ていたと思うんですけど、まあ、それを踏まえてですね、まあ、反省点も出てきたりとかいろいろこう分かったことがあると思うんで、それを踏まえてですねまた新しいチェーンで導入してっていうのをやっていくんじゃないのかなと思ってます。で、どうして新しいチェーンを導入するのかっていうところの観点で言うと、まあ、他の方もいろいろこうお話しされてるのもあったんですけど、まあ、ソラナチェーンだけだと通信の問題があったりとか、まあ、チェーンごとにいろいろこううまくですね伝達できないような問題みたいなのがそれぞれあると思うんですよね。なので、まあ、それがダメだった時に全部がダメになってしまうっていうことを防ぐために、まあ、いろんなチェーンっていうのを導入しようとしてたりもあるかなと思いますし、まあ、イーサリアムだけを持ってる方からしたら、イーサリアムのチェーンが増えるとより利用しやすくなったりとか、まあ、そういう観点ももしかしたらあるかもしれないですので、まあ、いろんなこうチェーンが使えるっていうところは、まあ、そういう意味ではいいのかなと思ってます。あとはこう、まあ、バイナンス B 国みたいな感じでめちゃくちゃ盛り上がっていろいろこうユーザーを誘導できるような可能性とか、まあ、そういったこともいろいろ考えてるのかもしれないですし、チェーンごとのブランディングみたいなものもあったりするのかなっていうのは僕個人として思ってるところです。現在遅延しているんですけど、新しいシステムのテスト中っていったところのお話もしてましたので、実際ですねアップデートっていうのは言いながらもなかなかまだ変わってないっていうところはあるんですけど、どんな感じでアップデートされるのかっていうのを、まあ、現状は楽しみに待っていればいいのかなというところです。はい、簡単にですけど共有させていただきました。ではですね、ステップの現状分析ということで進めていきたいと思います。で、まずユーザー分析なんですけど、5月27日時点ですと59万5435人という結果だったんですけど、5月31日時点ですと、60万5544人という結果になりました。まあ、1日約2500人ペースぐらいで、じわじわ進んでいるんですけど、まあ、60万人、無事に超えているというような形になっています。で、こちらがですね、基本ソラナチェーンの方になるんですけど、デューンアナリティクスで分析しているユーザーの新規流入数になります。で、5月31日時点ですと1万26人という結果になりました。これですね、まあ、数日も何週間かずっとですねユーザーの推移っていうのはめちゃくちゃ増えるわけでもなくめちゃくちゃ減るわけでもなくっていう形で、維持をしている状態になります。で、まあ、数ヶ月前に比べるとですね、増えてはいるんですけど伸び方っていうのがだんだん弱くなっているっていうのはあります。なので、まあ、じわじわとですねずっと同じ人数しか入らないってなってくると、まあ、GST の価格っていうのが下がりやすくなってくるのかなっていうのはなんとなく感じてきてます。で、靴の供給量とかも、増えてきて価格が下がっているっていうのもあったりするので、まあ、
一旦ですね、まあ、こうやってこの1万人ぐらいを維持するような形で推移するのであれば、まあじわじわとですね GST とかっていうのは下がり続ける傾向っていうのはこのまま続く可能性があるのかなという気もしています。まあもちろんですね、何か運営側が、まあ、システムのアップデートをしたりですとか、いろんなこう企画をすることによって変動することもあるんですけど、まあ、単純なこの人数の、流入数のペースっていうところだけで見ると、このままずっと平坦にいくと下がっていく可能性っていうのはあるのかなというふうに思ってます。はい。で、仮想通貨の分析っていうのもやっていこうかなと思ってるんですけど、現時点で、まあ、ビットコインとイーサリアムに加えて、まあ、ステップに関連する4通貨を見ている状況です。で、ビットコインと、まあ、イーサリアムとか全体的な通貨は主要通貨はですね、上昇しているような状態にあります。まあ、このままずっとですね上昇し続けるかというと、そうじゃないような雰囲気の方が、高いかなと思ってるんですけど、まあ、現時点ではですね一旦こう下がりすぎっていうところになって盛り返しをしている状況かなと思ってます。で、まあ、GMT と GST で言うとですね、GST がすごくこう急落をしているという状況ですので、まあ、同じような価格帯になってきました。まあ、GMT の方が GST を上回る、状態っていうのが、まあ、近々見られるような可能性があるのかなと思ってます。でですね、まあ、GST が今後価値があまり、上がらない可能性があるということを考えると、もしかしたらですけど、まあ、今後はですね、まあ、GMT を集めておくっていう手もあるのかなと思ってます。で、まあ、ちょっと靴の分析になるんですけど、以前ですね動画で GMT 特化の靴を準備しておいた方がいいんじゃないかっていうような動画も出させていただいているんですけど、その可能性っていうのが高くなるかなっていうのもちょっと思ってます。で、今私自身はアンコモンのシューズで GST の特化靴を結局作っちゃってるんですけど、この状況を考えるともう先に GMT 特化の靴を作っておいてもよかったのかなって思ってます。もしかしたらですね、まあ、その GMT で稼げるような状態っていうのが早めにリリースされるようなことがあれば、GMT 特化の靴を作った時だけ、方だけ、最初の方は圧倒的に稼げて、で GST のままだと、もう自利品というか、ちょっとじわじわ下がってくるみたいな状況も出てくるんじゃないのかなって、なんとなくこう予想しましたので、まあ、余裕がある方はそういう準備の仕方もありなのかなと思いました。ただですね、あくまでこのタイミングで追加投資をするっていうのは、かなりこう、今まで以上にリスクのある状態かなとも思いますので、まあ、こう、原資回収を終えて、さらにこう、プラスの収益が出ているっていう方だったら、まあ、その余剰資金の中で、追加投資をして準備するとかっていうのをやっていくぐらいがいいのかなと、個人的には思ってます。まあ、あとはこう、個人の判断で進めてみてもらえたらいいかなと思ってます。はい。ではですね、引き続きスニーカー分析の方も入っていきたいと思います。5月26日時点ですと、スニーカーの合計数が2541個、シューボックスの数が434個だったんですけど、5月30日時点ですと、スニーカーの合計数が1988個で、シューボックスが488個という結果になってます。若干ですね、まあ、数日前に比べると靴は減ってきているのかなというふうに思ってます。で、ソラナ価格で見ていくということで、最低価格は 12.4 ソルだったんですけど、それがですね、7.24 ソルという形になってます。まあ、4日間の間でですね、かなり急落しているような様子が伺えるのかなと思ってます。で、最安値の価格が6万9000円ぐらいだったんですけど、それがですね、5月30日時点ですと4万1000833円っていうのが最安値になってます。かなり安くなってますね。で、アンコモンの価格もランナーですと15万円台で買えるってことで、めちゃくちゃ盛り上がってる時のコモンシューズより安いぐらいの価格でアンコモンのシューズが買えるっていう状況になってます。なので、まあ、この価格を見ていくとですね、まあ、まだ下がる可能性もちろんあるんですけど、下がっていった先にどうなるかっていうことを考えたら、
もう少しですね、小遣い稼ぎで始めれるというか、今まで買えなかった層が買えるようになるっていうのはあるかなと思ってます。なのでもうお小遣いで本当にこう、1万円2万円を握りしめてる状態で、とりあえず靴1足だけ買うみたいなことが今後できるようになる可能性があるので、まあ、そうなってきたらですね、今までこう新規流入数が減ってきてるっていうのがあると思うんですけど、もう一度ですね盛り返していって、靴が買われていくような状態っていうのは出てくるのかなと思ってます。ずっと上がるっていうこともなければずっと下がるっていうことも、まあ、なかなか単純に考えたらないのかなと思ってますので、そこの中でですね、まあ、運営がですねさらにこうどういうふうにシステムを変えていくのかとか、まあ、イベントを企画していくのかとかによってまた変わってくるかなと思ってるので、じゃあ今後どうなるかなっていうのを予測しながら、まあ、こう計画を練っていくと面白いんじゃないのかなと、戦略を練っていくといいんじゃないのかなと思ってます。単純にですね、まあ、例えば靴一足を高値掴みしてしまってがっくしみたいな方は、めちゃくちゃ安くなったタイミングでですね靴を大量に買えば平均取得単価が下がったりするわけなんですよね。なので、まあ、そのあたりの戦略も踏まえてですね、もう下がりきったら買ってやるぞみたいな感じで考えるのもちょっと面白いかなと思ってます。まあ、下がりすぎっていうのがどこなのかを判断するのが難しいんであれなんですけど、まあ、そういう戦略もあるかなというところです。はい、ではですね、最後まとめということでお話をしていきたいと思います。まずですね、 AMA があってもですね、大きな価格変更っていうのは変動っていうのはあまりこう発生していなかったっていう状況があります。で、S 国の、まあ、新規流入数は若干の減少傾向ですというところです。で、 GST は下落傾向にありました。で、靴の価格もですね下落傾向にあります。で、それを踏まえてどんなことをやっていくかっていうところなんですけど、私自身はですね、まあ、次のアップデートの変化っていうのをまずは楽しみに待っていこうと思います。雰囲気的にはですねちょっとこう落ち込む傾向があるかなと思ってるんですけど、またアップデートで変わっていくっていうところで一気にこう雰囲気が変わる可能性っていうのもあったりするので、まずはですねそのあたりどうなのかなっていうのを待ちつつ歩いていけばいいのかなと思ってます。で、僕自身はですね、まあ、短期で、利益が出てやめるってよりかは本当にこう長期目線での利用っていうのを検討してるので、その細かい変化っていうのはあんまり気にしてないです。まあ、今回ちょっとこう思ったより下がったかなっていうのはあるんですけど、まあ、下がっても、まあ、ずっと言ってる通りですねまだまだ全然こう稼げている状況ではあるので、これはこれで問題ないかなと僕自身は思ってます。あとはですね、収益以外の目的を持つのも一つの手段かなと思ってまして、まあ、今ウォーカーで歩いてるんですけど、もういっそのことめちゃくちゃ安くなったらですね、ジョガーとかランナー買っちゃって強制的にですね、もうダイエットを目的にとか体力作りを目的にみたいな感じでちょっと趣旨を変えてやってみるのもありかなというふうにも思ってます。このあたりですね、皆さんの戦略いろいろあると思いますので、もし何か戦略があればですね、コメントなどで教えていただけると大変嬉しいです。はい、このような形でですね、日々ステップに関する情報を分析したりしながら、まあ、皆さんがですねどのように立ち回ればよいかっていうところを判断できるようなチャンネルにしていこうと思ってます。で、それ以外にもですね Web3 に関する興味のあるものをですね配信していこうと思っておりますので、楽しかったよ、役に立ったよっていう方とかですね、まあ、興味を持っていただけた方はですね、ぜひいいねやチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。では今日はこのような形で終わっていきたいと思います。ありがとうございました。メタヨシーでした。またねー。